今の光景、みんなにも見えていたのよね。同じく左手にあざのある方がいらっしゃいましたね。もしや、あの方は…うん、お主ならわかるはず。あの方こそわしらの祖先、伝説の勇者老主様に違いない。まさかこのような形でその勇姿を見ることになろうとは。今のがかつて邪悪の神を倒した先代の勇者たち。なら先代勇者が邪悪の神と戦った時のこと。うん、試してみる価値はありそうじゃ。何かしら、あの大きいハンマー。あのハンマーの形状、武器というより鍛冶用のものに近いな。そうですね。それにあの場所もどこかで見たような。考えていても仕方ないわ。次の苗木を調べてみましょう。光景は一体？先代の勇者たちは何かの功績を集めて特殊なハンマーを使い剣を打っていた。あ、もしかして私たちが見たのはかつて勇者の剣が作られた時の光景なんじゃないかしら。姫様、そうに違いありません。邪悪の神と戦うため先代勇者たちも特別な武器を作る必要があったのでしょう。つまりそれこそが私たちが求めるべき闇を打ち払う力なのですね。先代勇者が作った勇者の剣は今や魔王の手の中だ。俺たちの手で作ろうぜ、魔王の野郎をぶっ倒すための。よし、決まりだね。それじゃあ、情報は少ないが先代勇者たちの足跡を追うとするか。見覚えのある風景もあったし、世界中を旅してきた俺たちなら。最初の鉱石を採掘していたのは、ハンマーがあった場所はきっとサマディ地方のどこかよ。あ、思い出しました。最後に見た剣を打っていた山、あれはホムラの里から見える火山のはず。では天空の浮島とサマディ王国とホムラの里に向かうとしよう。そこを巡れば新たな勇者の剣が作れるかもしれん。お姉様と歩んできた旅の日々、必ずや生かしてみせます。ああ、その通りだ。行こうぜ。うん。